僕たちは雪だるまみたいになって中へ転がり込む。中では清子さんが口に手を当てて立ちすくんでいた。早く手当てをしてやってくれ。息を切らせて小林さんはそれだけ言うのが精一杯だった。京子さんは驚き、しばらく動けないでいた。が、三木本さんが血を流しているのに気づくと奥に向かって声を上げた。みどりちゃん、ちょっと来て。やがてやってきたみどりさんと小林さん夫妻の3人で三木本さんを引きずるように奥へ運んでいった。敏夫さんが裏口のドアを閉める。僕は立ち上がる気力もなく床に転がっていた。しかしなんであいつを襲われたんだろう。少し息が収まると敏夫さんは言った。俺今間違えてって言っちゃったけど、ごめんなさい。さあ、犯人と出くわしたんじゃないですか。あんたがやったんじゃないのかという言葉をぐっと飲み込む。でもさっきのところ、ちょうど死体のあった部屋の外だっただろう。田中って客を殺した奴が窓から逃げたとしても、それからずっとあそこにいたってのか？氷の彫刻になっちまうぜ。それは確かにその通りだった。しかし僕にはもう敏夫さんの言葉を素直に聞く気はなくなっていた。たまたま何かの理由があって戻ってきたところだったのかもしれませんよ。ほら、殺人は現場に戻るってよく言うじゃないですか。僕はその場の思いつきで適当な返事をした。ところが意外なことに、敏夫さんはそんな僕の言葉に大きな反応を示した。それだよ。犯人はあそこに戻ってきたんだよ。何か理由があってな。もしかしたら何か証拠を残していったことに気がついて戻ってきたのかもしれない。この人は一体どういうつもりでこんなことを言うんだろう。この人が殴ったのではないのだろうか。やっぱり犯人は今も外にいるのだろうか。それとも敏夫さん以外の別の誰かが。小林さん？小林さんにも三木本さんを襲う機会はあった。僕を置いてきぼりにして早足で歩き、出くわした三木本さんを殴る。しかし三木本さんを殴ることはできても田中さんを殺すことはできなかった。事件があった時、小林さんは僕たちと一緒に談話室にいたのだから。やはり犯人が敏夫さんではないとしたら、外へ逃げたと考えるしかないのだが。しかし、いずれにせよ今はまだ想像の域を出ない。三木本さんの意識が戻ればもう少しはっきりするだろう。誰に殴られたのか、どんな感じだったのか、完全に犯人の顔を見てなかったとしても、何らかの手がかりぐらいは得られるだろう。とにかく部屋に戻るか。敏夫さんは立ち上がった。どうだい？立てるか。僕に手を差し伸べてくる。どうも。僕は少しためらった後、注意深くその手をつかみ立ち上がった。敏夫さんは自分の部屋に戻っていった。僕は彼の後ろ姿が部屋の中へ消えるのを見届けてから談話室の方へ向かった。人殺しかもしれない人間に背中を見せる気にはなれなかったのだ。まあそうだよね。途中談話室を通ると、そこには春子さんとマリの2人しかいなかった。他の人たちは？香山さんは徹たちが出て行った後部屋に戻ったわ。何でも携帯電話をもう一度試してみたいとかで。すると、かなこさんたちはトイレに行きたいって。三人一緒に？ええ。あと、みどりさんはおじさんたちと一緒に三木本さんを部屋へ連れて行ったわ。ああ、それは知ってるよ。僕は自分の服が溶けた雪でびしょびしょに濡れていることに気づいた。ちょっと着替えてくるね。そう言い残し、僕は2階へ上がった。まあ、こうなった以上みんなまたバラバラになるの危ないなって思うけどね。加山さん、携帯見に行ったってのも、怪しいといえば怪しいからね。あ、加山さん。着替えて廊下に出たところで、ちょうど加山さんと出くわした。ああ、君かいな。ご苦労さんやったな。電話、どうでした？電話？ああ、携帯電話かいな。あかんあかん。やっぱりあかんわ。小林くんの言う通りや。言うた通りや。そうですか。談話室にいるのは相変わらずマリと春子さんだけだ。みんなまだ三木本さんの部屋にいるのだろう。よっこいしょ。加山さんはソファーに腰をかけた。
またソファーが混むだろうと思い、僕は階段に座った。それでどないやったんや、外の様子は。なんか妙なもんでも見つかったか。香山さんはずっと自分の部屋にいたせいでまだ何も知らないようだ。それどころじゃないんです。三木本さんが誰かに襲われたんですよ。なんやて？香山さんは眉を寄せた。誰かって誰やねん。もう逃げたんか。ええ。それが誰も見てないんです。三木本さんしか。マリア春子さんも不安げに耳を傾けている。それで怪我はひどいんか。それとももう、死んだのかという言葉を飲み込んだようだった。わかりません。今は小林さんや緑さんが手当てをしてくれているはずですけど。まさかわしらを一人ずつ順番に殺していこうっちゅうわけやないやろな。このおっさんはまたとんでもないことを言い出す。マリア春子さんも一瞬ぎくりとした表情を見せた。A、そうかもしれませんね。僕は恐怖に震えた。B、冗談じゃないですよ。なんでそんなこと。僕は不安を視覚して加山さんをたしなめた。B かな。冗談じゃないですよ。なんでそんなこと。僕は不安を視覚して加山さんをたしなめた。しかし加山さんは自分の説を曲げなかった。そやけど、みんな殺しといたら吹雪が止むのをこの中でのんびり待てるやないか。おまけに警察に通報するやつもおらへんようになるから、逃げる方法かてゆっくり考えられるわな。そんなのってひどすぎる。マリア顔を歪めながら叫んだ。しかし香山さんの言うこともあながち否定はできない。この雪の中を逃げるのはどう考えても自殺行為だ。むしろとりあえずどこかに身を隠し、誰かが外へ出てくるのを待つという方があり得る気がする。三木本さんにしても別に理由があって狙われたのではないのかもしれない。犯人にしてみれば、たまたま最初に目についた、だから襲った、ただそれだけのことだったのかもしれない。僕はだんだん香山さんの言ってることが正しいように思えてきた。けれども怯えているマリをこれ以上不安にさせたくなかった。僕はあえてこう言った。まだそうと決まったわけじゃないよ。それに、たとえそうだとしても僕たちが外へ出ない限り大丈夫さ。なるべく一緒にいて一人にならないようにしていれば。しかしマリはすぐに反論してきた。そんなこと言ったって電話は通じないし、外に出ないでどうやって助けを呼ぶの。とにかく朝まで持ちこたえれば大丈夫さ。あの寒さの中朝まで生きていられるわけがない。だったらなおさら死に物狂いで襲ってくるんじゃないの？それは。マリを安心させようという試みはどうやら失敗したようだ。そうこうしているうちに小林さん夫妻が2階から降りてきた。あ、小林さん。どうですか？あの人の具合は。一応意識は戻った。でも、表情が暗い。渋滞なのだろうか。何も見てないそうなんだ。いきなりガツンとやられたらしくてね。暗い表情は渋滞が原因ではなく、犯人がわからなかったせいのようだ。それでもう大丈夫なんですか？どうかな。めまいがすると言っていたから脳震盪を起こしている可能性もあるだろうが。そう言って首を振る。しかしそれは医者じゃなきゃわからんことだしな。少なくとも頭蓋骨が割れたり、なんてことはなさそうだが。頭のどの辺を殴られてたの？マリが妙なことを質問する。どの辺って、右のこめかみのあたりだが、それがどうかしたか？マリは考えつぶやき始める。右のこめかみを後ろから殴られたわけね。ということは犯人は右利きね。待てよ。後ろからとは限らないよ。後ろからだとすると、いよいよ敏夫さんが怪しくなってくる。あら、だって犯人を見てないんでしょ？だったら後ろからに決まってるじゃない。マリア、外の吹雪の凄さを知らないからそんなこと言うのさ。顔を上げてるのも大変だし、一歩先だって見えないんだから。それにしたって前に立てたら殴られる前に気づくわよ。やっぱり後ろからなんじゃない？そんな話をしているところへ敏夫さんがやってきた。僕は慌てて言った。前じゃなくても横からかもしれないし、上からかもしれないさ。上？自分でもいい加減に言った言葉だったが、何か引っかかるものを感じた。
そんな僕たちの会話には気づかなかったのか、敏夫さんは何食わぬ顔でソファーに座った。オーナー、三木本さんの怪我の具合は？素人目には大したことなさそうだが、脳内出血でもしてたら翌朝ぽっくりなことになりかねんから安心はできんよ。で、犯人の顔は？見てないそうだ。敏夫さんがほっとしたように見えた。のは僕の気を、それは僕の気のせいだろうか。そうか。でもこれから犯人はどんな行動に出るか分かったもんじゃない。みんなできるだけ一緒にいた方が。あれ？敏夫さんは一旦言葉を止めると周りを見渡した。女の子たちは、緑さんも見えないみたいだけど。篠崎くんは先に降りてきたと思ったんだが、え？小林さんが答える。しかし女の子たちもトイレに行っただけにしては遅すぎるな。三人もいるんだから滅多なことはないと思うが。緑さんは降りてきてないわよ。まだ上にいるんじゃないの？マリさんが小林さんの言葉を訂正する。彼女はずっと談話室にいたのだから間違いないだろう。まだ降りてこない？まさか死体のある部屋に行ったんじゃ。顔を曇らせる小林さんに向かって僕は尋ねた。死体のある部屋？どうしてそんなところへ？何か気になることがあると言ってたんだ。見るようなもんじゃないからやめとけって止めたんだが。呼んできますよ。敏夫さんが立ち上がる。顔には出さなかったが、僕は内心慌てていた。彼一人を2階に行かせてもいいものなんだろうか。かといって、自分が一緒についていくという気にもなれない。一体どうすれば？私が行くわ。彼女たち寝てるのかもしれないし。僕が迷っているとマリが腰を上げた。ほっとした。のもつかの間、また新たな迷いが生じた。マリについていくべきか、それとも敏夫さんを見張るべきか。いや、敏夫さんの線薄そうな気するけどな。なんとなくだけど。しかし僕の迷いをよそに、彼女はさっさと2階へ上がっていった。その時僕は恐ろしい想像をしてしまった。犯人が三木本さんに顔を見られたかもしれないと思い込む。そしてとどめを刺そうと戻ってくる。そこにたまたま2階に行ったマリが行き合わせる。マリが危ない。マリ！どうしたんだ、トール君。小林さんに言われてから自分が立ち上がっていたことに気づいた。いえ、別に。様子を見に行こうかどうしようかと考えているうちに、マリはさっさと降りてきた。どうした？それがね、彼女たち、三人だけでいる方がいいって言うのよ。他の人は誰も信用できないって。どういう意味だ？信用できないってのは。小林さんが驚いて聞き返すと、マリは言いにくそうに答えた。つまり、私たちの誰かが人殺しかもしれない。そう思ってるらしいの。これを聞いて驚いた様子を見せたのは、小林夫婦と春子さんだけだった。多分他のみんなはその可能性を少しは考えていたのだろう。バカバカしい。なんで見ず知らずの人間を殺したりするんだ。小林さんは吐き捨てるような強い語調でそう言った。見ず知らずかどうかなんでわかるんや。加山さんが反論する。加山さん、あなたまさか。ちゃうちゃう、わしがやったんやないで。でも君にしろわしにしろ、他のもんにしても。あいつと知り合いやなかったっちゅう証拠はないんやろ。もしかしたらこの中の誰かはあいつをよう知っとったかもしれん。小林さんは追い詰められたようにみんなの顔を見回した。君たちもそんな風に考えてたのか。犯人は外に逃げたんじゃなくてこの中に、私たちの中にいるかもしれないなんて考えてたのか。僕は敏夫さんの顔を見ないようにしながらうなずいた。それは小林さんにはどうしても受け入れがたい考えのようだった。しかしそんなことはありえない。だって考えても見たまえ。一体この中の誰にあんなことをする機会があった。人を殺し、あんな風にバラバラにするのに一体どれくらい時間がかかると思う？A、30分もあればなんとかなるんじゃないですか。僕は少し考えた後に言った。B、10分ぐらいかな。僕は適当に言った。C、僕は綿密に頭の中でシミュレーションしてみた。ちょっと、シミュレーションしてみようか。C、
僕は綿密に頭の中でシミュレーションしてみた。まずは首をノコギリでギーコギーコあれ生々しいな。でもしょうがないか。血がビビュー。これで10分。そんなかかる？コリコリした肩の筋をなんか選ばなきゃよかったな。プチプチとカッターナイフで切る俺グロいの苦手なんだよな。これで5分。かかとの筋をカッターで切るの必要？かかとの筋って筋肉のことかな。筋いかん。血で手がヌルヌルしてきたぞ。タオルで拭いたりして5分。いや待て待て、タオルがあればいいが。目いっぱい短めに見積もったとしても30分はかかると思うんだ。小林さんが僕の返事を待ちきれずに話を進めてしまった。30分か。まあ手際が良ければそんなものなのかもしれない。夕食後そんな暇のあった人間がいるかね。篠崎くんや敏夫くん、私や京子は当然片付けやなんかの仕事があったし、君たちのほとんどはここにいたはずだ。外部の人間の仕業と考えるのが一番自然だろう。ガラスが割れた時姿が見えなかった。僕は今までそのことだけで敏夫さんを疑っていたが、考えてみれば確かに人をバラバラにするような時間はなさそうだ。夕食の終わったのが確か8時ごろ。食堂を出ると脅迫状の件でかなこちゃんたちが騒いでいた。その後香山夫妻が降りてきて、小林夫妻 OL3 人組が一緒になる。そして三木本さんが遅れて到着したのが8時半ごろ。これ以降、敏夫さん以外の全員が事件発生まで談話室にいたことになる。これで考えると、やはり敏夫さんにはギリギリ犯行の機会があったように思える。が、あえて口にするのはやめた。あ、突然僕はみんなが重要な点を見落としていることに気がついた。はい。というわけで、ちょっと一旦ここで切りたいと思います。まあ、特に今、声ちっちゃくしたのは意味はないんですけど、じゃあまた次回、重要な点って何でしょうか。さよなら。